渡辺広之の会談語りご覧いただきましてありがとうございます。えー、今日はですねあのー、まあ最初にまずこの会談を語らせていただきます。ここからまずご覧ください。この物語は慶長四年のお話です。慶長四年と言いますと。 西暦で言うとね、1599年のお話です。場所は京都。京都に鳥部山というところがありましてね。これ鳥部山っていうのは、平安時代からずっと続いていた埋葬地なんです。埋葬地と言いますとね、亡くなった人を、まあ、最初は野ざらしにしましてね、それを鳥がつついたり、 まあ、風化するというか、風奏というか、調奏というか、そういう形で、まあ、それも一つの埋葬の形だったという、そういう場所、鳥部山。それは、この話の1599年の時代には、まあ、そういう野ざらしというよりも、土奏というような、そういう風習になっていたと言われています。そんな1599年のね、ある夜なんですけどね。 その近くに一軒の飴屋さんがありまして、まあ夜ですからね、もう飴屋さんと言いましてももう商売を終えているような時間。そんな時間なんですけども、その建物の外、そこからね、トントン、トントンってこう扉を叩く音がした。店の主人がね、あれもう店はやってない時間なんだけどな。こんな時間に誰だろうと思って、そのまま、 閉まっってていた扉をガガガラガララ開けた開けたらそこに女性が立っていたって言うんですよ。うつむいた状態でね、髪の毛がバサーッとなってるから、顔のそういう表情なんかがなんとなくわからない。で、はい、どうされたんですかそんな話をする。するとその女性がね、かぼそい声でね、飴を売っていただけますかって言うんですよ。 遅い時間に、まあ当時はねそんな街灯もありませんからだいたいお日さんが沈んだ状態で飴屋さんっていうのはもうお店もやってませんよ。それにしてはもっともっと遅い時間ですから。はあと思った。でその女性がね1問をこっちにスッと渡すからまあこれもお客さんだと思って飴を渡した。 まあ当時の雨っていうのは今のような固形の雨じゃなくて水雨だったっていうんですよね。それを渡した。するとその女性はそれを持ってありがとうございますって言って、そのままーッと、まあ去っていくんですけど、それがね、鳥部山の方に向かっていくっていうんですよ。まあ店の主人からしたらね、こんな時間に来た女の人が、そうやってあれ、鳥部山の方に向かっていく。なんか不思議だなと思ったけど、 ただそれってね、一日で済まなかった。次の日も買いに来たって言うんですよ。しかも遅い時間、同じ時間、昨日と。そして一問を渡して帰っていく。それが二日目、三日目、四日目と続いて、六日間続いた。そして七日目、やっぱりその女の人やってきたって言うんですよ。で、いつものように一問を渡して帰っていく。 はあ、鳥部山の方に向かっていく。なんか、気味悪い方に行くよな、と思ったけど、でもお客さんだからと思った。ただね、今回は、異変に気づいたって言うんですよ。翌朝、銭箱と言い,いまして、まあ今で言うね、レジですよ。あの、このね、木で作った箱、そこに売り上げをずっと入れるんですけど、まあでもお店が、 日が暮れて終わった段階でお金は取り出してる。そんな状態の、そこに夜に女性が買いに来ますからね。一文入れて。だから翌朝、その一文は必ずあるはずなんですけどね。それを朝はっと確認したら、ないんですってお金が。一文入れたはずなのに。おかしいな。その一文入れたその代わりに、葉っぱが一枚入ってる。これね、しきみの葉っぱなんです。 式見味て言いますとね、仏さんにお供えするそういう葉っぱですよ。あれと思った。これ昨日のあのお客さんから預かったお金がしきみに変わってる。かしいなと思った。そしてその日の夜も、その女性は買いに来た。いつものように一文渡した。銭箱に入れた。鳥部山の方に去っていく。 店の主人ね、意を消して薄気味悪いなと思ったんだけど、その女性の後、お客さんの後、ついていったっていうんです。真っ暗な中。姿を見失わないように。でも、思ったよりも、速いんですってね、歩く姿が、速度が。そのままずっと見逃さないように、ついていく。ついていくと、 鳥部山ですから、埋葬地の中をどん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 と入っていく。うわどんどん隙間悪いとこ入っていくなと思った。で、そのままズン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 と歩いて進んでいく先に、お墓が並んでるって言うんですよ。うわこんな場所に、なんであのお客さん入っていくんだろう。そのままお墓のとこずっと入っていく。自分も入っていく。入っていったらお墓の前で、その、女の人がスーッと止まって、 じーっと見てるって言うんです。外場って言うんですかね。それをじーっと見てると思ったら、スーっと消えた。うわ見失ったんじゃない。消えたんですよね。で、怖いですけどね。これで後戻りでもしたら、これまた翌日そのお客さんが来ても、より気持ち悪いじゃないですか。だからその姿を確かめよう。なぜなんだと思ってそのままそこへ走っていった。 その女性が消えたところにパッと立ってみる。確かにいてない。どっかに隠れてるわけでもない。あれーと思った。するとね、小さな声なんですけど、うううう聞こえるって言うんですよ。え耳を澄まして、いや、っていうよりも心の耳で聞くような感じ。そしたらそれね、赤ちゃんの、 鳴き声が聞こえるって言うんですよ。えー、赤ちゃんどこだグルに見渡すけど赤ちゃんの姿なんかないそれもそのはずです。自分の足元からしてる。土の中から音がしてるって言うんですよ。うわー下に地面に耳を当てて聞いてみる。やっぱり聞こえる。うんゃ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 ,ゃ。はぁ、あ。これでもか 手にそれを掘り起こしてっていうのも、まあ、それはできないし。まあ、確かにそれ以上に気持ちも悪いじゃないですか。だからそこを管理しているお寺の住職のところでダーッと走っていって、それを説明した。住職もびっくりしましてね。どういうことだろうと思って。そのまま二人でその場所を掘り返していくっていうんですよ。 掘り返していくとね、どん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 赤ちゃんの泣き声が、おん、うん、うん、おん、聞こえる。確かに聞こえる。掘っていくとね、それ棺なんですよね。まあ、当時の棺というのは、横た耐えるというよりも、あぐらをかいて中に入れるのか、それとも膝を抱えてそこに座らしているのか。これはその場所によって違うらしいんですけどもね。その棺の中から赤ちゃんの泣き声が聞こえる。土をばーっとやって。 その棺の蓋ガーッと開けたんですよ。開けたら本当に中からおぎゃ、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 おぎゃって聞こえるって、うわー見ると、本当に生きてる赤ちゃんがそこにいる。びっくりしましたね、二人とも。しかもその赤ちゃんが泣いてるんですけども、手に抱えるようにしてね、そこのものをピャピチャピチャピャピャ舐めながら泣いてるって言うんです。それ、アメアの主人が打ったそのアメなんですよ。 女性に打ったその飴を舐めてるんですよ、赤ちゃんが。で、恐る恐るなんですけどね。土葬されているその女の人。それふーっと、そのご住職と一緒にね、確かめた。自分の店に買いに来た、その女性なんですって。説明をしたそこでね、6日間ずっと買いに来て、1問ずつ渡してたんですよ、この人。 で、7日目に来た時に、そのもらった一文がしきみの葉っぱに変わってた。そして8日目に来たから私はこうやってつけてきたんです。そしたら今こういう状況ですって言うとね、そのご住職も驚きましてね。あの、その女性がどういう状況でそこに埋葬されたとかいうのはご住職は知ってたって言うんですよね。病気で亡くなった。でも、その女性が妙もだったのか。 それは分からなかったって言うんですよ。でも、亡くなって、土葬をされてる間に、赤ちゃんだけは成長したのか、産み落としてしまってたんですよね。で、そこで生まれた赤ちゃんが、母親が亡くなって、父が出ない。でも、母からしたら自分は亡くなって、おっぱいをあげることはできないんだけども、でも、なんとかこの子供を助けたいというので、飴を買いに来た。 しかも、一文ずつ渡した。これが六日間渡せて、七日目にしきみの葉っぱに変わった。これ、言うと意味があるんですよね。三途の川を渡るのに、その渡し賃として、よく六文銭という、そういうものを渡さないといけない。六文銭用意しとかないと向こうに行けないって言うんですけども。それをなくなるときに、 自分が持たされていたその六問線というのをそれを使って一問ずつ飴代に変えていった我が子を助けるためにということなんですよね。飴屋のご主人は本当に痛く感動したその生きていた赤ちゃんを自分の家に預かって8歳までそこで面倒を見たっていうんですよねお店でそしてその8歳になった時に 忍那寺の近くにありますね、龍本寺というところに預けられました。そこでその子供は修行をしまして、後には高層、ものすごく偉いお坊さんになったということなんですよ。そして68歳の生涯を終えたということなんです。子供を助けるために飴を買いに来た。そういう幽霊のお話です。 といいう会談を語らせてたただきました皆さん怪談がお好きな方この番組見てくださってると思うんですけどもこのお話はね知ってるよという方多いと思うんですようん。私もたくさん今まで耳にして目にししてて目きたお話ですですもこれをなぜ私がねここで改めて語らせていただいたかと言いますと実はねその幽霊が買いに来たという飴屋さん それ実在するっていうのはご存知ですかあの、京都のね、東山松原っていう場所がありましてね、駅で言いましたらね、阪急電車の、えー、市場の河原町のところから、まあ少し歩いてというところです。その東山松原というところにある飴屋さん。というお店です。これがね、現在も営業してるんですよ。 京都ではね、老舗って言うても、まあ、よそでは100年で老舗いますけども、京都はもう300年とかないとね、なかなか老舗というふうに認めてもらえないとか、そんな話も聞いたことありますけど、その港屋幽霊子育て飴本舗さんはね、もう500年近くの、えー、まあ、伝統がある。で、もっと言いますとね、京都では2番目に古いお店だそうです。もともとはお米とか、 まあ、麦とかを扱ってたそうなんですけどね。その流れで、まあ、麦を使って飴を作った。まあ、水飴ですね。今のような固形ではないんですけど。そういう水飴を作って売っていた。そこに、その幽霊が買いに来たということなんですよ。階段で語られている頃のお店というのは、この現在のところからは少しだけ離れた場所でやってらっしゃったっていうんですけども。まあ、お店が古くなったりとかでっていうので、こちらのお店に移って来られたんですけども。 でもその時に、まあ、現在20代目当主、えー、継がれてるということなんです。でもその方おっしゃってました。あの、お店を移る時にね、場所をいろいろ探してた。でも本当にいい場所っていうのがなくて、たまたま見つかった、その近くだったっていうこの場所っていうところが、これがね、六郎町っていうところにありまして、これ六郎町っていう、実は、っていう言葉が生ってろくろになってるそうです。ですから、 あの世とこの世のちょうど境目のあたりが、その今のお店の場所なんですって。まあ、鳥部山というかね、鳥部野という場所が埋葬地だったということもあって、そのちょうど境目にあたる場所らしいですね。その場所にお店がね、空いててきたっていうのが本当に不思議ですっていうふうに、あの、お店の方はおっしゃってました。で、私ね、このお店にお邪魔したんですよね。えー 昨年の秋からまあ冬にかけてぐらいの間だったんですけどもねあのー、まあ観光のお客さんもいらっしゃるようなそういうところなんですけども、えー、雨がね現在も売られておりますパック入りで500円ということなんですけどもねあのー、階段に出てくるのは水飴ですけども現在は固形にしてあの売ってらっしゃいます麦とねそしてザラメで作ってるという本当に優しい味の飴でこれを まあ水飴の状態の時に、まあ幽霊になったとはいえお母さんにね与えてもらって子供がそれを吸ってたんだなと思うとなんかねすごい親子のねその結びつきっていうものをね感じますよね。まあ実際その幽霊が飴を買いに行くというお話は口頭向けな作り話というよりも土葬というものがありましたしねその亡くなってても実はそういう ことが起きたのかもしれませんしね。生まれた自分の子供をなんとか、なんとか助けたいというそういう母親の思いがね、そういうような怪現象を起こしたのではないかなと思います。あの、私はいつもこの怪談語りでね、実は怪談ということをえ語らせていただいております。これも私は実話なのかなというふうに思います。こう思う母親の気持ちは 亡くなったとしてもそれはずっと続くもので自分の命が消えたとしてもそれでも必死にそれを守って周りの生きている人に伝えたい自分の子供を助けてほしいというねなんかそういう思いがこの会談の中には込められていました。